令和2年2月23日と24日の2日間、阿蘇市一宮町宮地の門前町商店街で、柿祭りが開催されました。これは、被災地の商品を消費することで復興を応援しようと3年前に始まった企画で、今回は昨年に引き続き、平成30年7月豪雨で被災した 広島県江田島の牡蠣をメインに行われました。2日間で殻付き焼き牡蠣を3000個販売。他にも奈良県から西吉野の安保柿や五条の柿の外し、そして24日には天草のポークハンバーガーの販売もありました。会場には地元商店街の店も並び、訪れた人たちはそれぞれに食べ物を買い求め、 お酒とともに楽しんでいました。また会場近くの水野駅阿蘇では、熊本地震で倒壊した阿蘇神社老門を20分の1のスケールで精巧に再現したミニチュアが展示されていました。観覧は無料で、当面の間展示されるということです。